配信を開始しました。I give you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears.Give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you'll still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a yearはい、こんばんは。はい、今日は12月23日、はい、クリスマスイブの前日ですね。はーい、18時回りました。今日も20時までやっていきますね。はい、後ろに流れてるのはラストクリスマス、佐藤筑前ですね。よーし、こんばんは。はい、こんばんは、まーちゃん。手袋をね、買ったんですよ。寒いのでね、手袋なくなったなんでなくなるんだろう毎年ね、手袋がなぜか毎年なくなるんだけど、なんで本当不思議なんだよねねえ、同僚にもね言ったんだけど、手袋とかなくならんだろうとかって言われたけど、なくしたのか落としたのかすらもう分かんないまだ買って2、3回しかつけてないの。明日また買いに行くよーし、はい、じゃあそんな感じのオープニングテーマでしたよ。オープニングトークね。よしよし、じゃあやっていこうもうやだなんでなくなんだろう。明日はね、クリスマスイブなので、そうそう、自分明日ね、明後日お休みなんですよね。珍しくクリスマスイブね、はい、何にも予定ないですね。ゲームしようかなよし、じゃあ始めていこう。サンタさんに手袋をもらおうそう、手袋欲しいね。靴下に手袋入れてもらいたいんだけど、これ今日お休みでしょ。今日天皇誕生日、天皇のお誕生日ね、お休みだよね、みんな。そうですね、自分お仕事なんだけど、天皇の誕生日お祝いしたいんだけど、お休みじゃないんだけど。よっしゃ、昨日は本当かよ、わらわらお祝いしたいよ、80歳だよ。そう、昨日はここ新しいフロア来ましたね。で、ここ酔っ払いがいるのと、なんで視点ずれんの、酔っ払いがいるのと、部屋2つ回りましたね。ここは、あ、そう、自分思ったんだけど、昨日タイムシフトをちょっとね、今日帰って見返してて、まあ後ででいいやで、ここは水平のフィギュアがあるところで、ここはお酒の部屋、絵と酒のお部屋。じゃあ次で、この人はグラスを持ってた人
で、あ、ちょっと一回戻っていい？自分思ったんだけどね。結構ね、配信やってるとね、まあ、喋りながらなので、結構見落としてたりするんだよね。で、ここ、そう、石を、まあ、渡せみたいなこと言われてたんだけど、まあ、渡さなかったでしょ。だけど、あそこに棚があったんだよね、棚が。あそこに石並べていくんじゃないのかなと思って、ここを、ここ違った。帰ろう。帰るよ。全然違った。で、どこだっけ。勘違いでした。まあでもね、思ったことは試しとかないとね。よし、あそこに玉をいっぱい並べるんじゃないのかなってちょっと思ったんだけど、違った。ちょっと待った、ここ違うとこだった、誰かいた。ここだっけ、こっか。押したら、とりあえず謎は全く解けてないけど、次の部屋6つ部屋あるんだよね。電気ついてないんだろうな。ちょ、電気、はよ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 、ついた。誰、え、なんで電気ついてんじゃん。え、なんで電気ついてるよ。え、法則が乱れた。怖い。何、電気万能じゃないの。もう、なんか絵がある。無駄にちょっとなんかダメージ食らったんだけど、なんか書いてる文字が刻まれている。ところどころかすれていてよくわからない。この船はダメだ、みんな化け物に殺される。ロボットのホニャララはできない。俺の絵の意味にあいつはもう、あいつももう、どうやらあの先は向こうで。江戸晴美。まあ、やっぱり絵に意味があるってことだよね。ここが江戸の部屋だったってことかな。はるみ、わらわら。はるみ。あ、そうそう。で、これね。そう、しゃがんでしか、取れない。見れないやつも多分あるんだろうな。ちょっとさっき女の子なんで出てきたの？絶対バグだろう。電気ついてんのにさ。ここ狭いところに出てこられたら嫌なんだけど。全部つける。ここは。熟女がいると聞いて。はい、社長さん、はい、こんばんは。そうだよ、アラフォーだよ。こう、怖いゲームやってるよ。エコーナイト。怖くないんだけど、自分はね。セーブポイントの少なさに怯えている。とりあえずね、あ、何これ。とりあえずね、謎を解きながらね、進んでいってますよ。これクローゼットか。何もない、何もない。閉める。で、これにね、霊が出てくるんだけど、
ミスターとかはない。ないね。基本的にこっちは攻撃できないので、防戦一方。で、この船、このゲーム知ってますかな？本当に知ってる？そう、今ね、ちょっと船に来てる、船。で、いろいろ霊が成仏できないでいるので、この人たちを成仏させていってる感じかな。めっちゃめちゃ広いんだよね。で、とりあえずね、あの、霊は光に弱いので、なんで？嫌ですけど。嫌だ。ああ、ここもいる人が。こっちは何も言わない。これ、動かない。やばい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 、ここ。ちょ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 。これちょっと、ホワイトさん、剥ぎ上がるよ、これ、多分。大丈夫？机。なんかね、うちのティャンハンさんがね、おい、これ以上ハゲたくないから退場する。ティャンハンさんがね、ローズ使い始めたんだけど、どう思う？嫌がらせなんだけど。これも動かすのかな。これ誰か話しかけられる？あなた、あ、船の人じゃないの？違うよ。楽しいよね。どうぞ、面白いよね。だってまだ生きてるもん。これさっきの妹のお姉さん？リアナに会ったんでしょ？会ってきたよ。襲われたよ、なんか。私たちは双子なの。へえ。だからわかる。私、リアナのことなら何でもわかるの。私と同じだもの。ワクワク。はい、スフィンクスさん、こんばんは。今日もやってるよ。いきなり襲われたんだけど。で、電気つけても出てきたんだけど、法則が乱れたんだけど、いきなり。ところで、このゲームプレステなの？これプレステだよ、今ね。マジか、大爆笑。そう、法則が乱れた。これね、アーカイブスでね、今発売中です。これ600円。ね。あの、プレイステーションプラスに入れば、フリープレイ、タダでできますね。500円でね、あの、プレイステーションプラスに入ればね、いろんなゲームできますよ。ね、いっぱいゲームできます。ね。安い。ね、安いでしょ？いや、でも、笑わない。お金もらってないから、ソニーから。社員の方ですか？社員オツだ。いや、でもね、結構いろいろ遊べるよ。で、なんだろうな、今だとね、プレイステーションビータとか持ってれば、あの、シュタインズゲートとかできるし、グラビティデイズとかもできるんじゃないかな。できないかな。あれはもう終わったのかな。結構いろいろできるので、まあ、一本でもね、遊びたいソフトがあれば、まあ、500円いいんじゃないかなと思うけどな。ちょっと一回セーブしに帰っていい？あそこにあるので、セーブ。ここセーブがあるのでね。ここ。そうそう。あのね、昨日ね、配信やってた途中に、ちょっと会社から電話がかかってきて、で、一人ね、うちのスタッフ、怪我したらしくって、で、会社行ってね、よくよく聞いたらね、まあ、ちょっと旅行に行ってて、そこ、旅行先で、
まあ場所がわかんないからタブレットでナビやってたらしいんだけど、それでね、なんかね、前見てなかったかわかんないけど、そこ溝に落ちて足切ったらしいんだよね。膝のところパックし割れたらしくってみんな気をつけてね。名前なんだっけ、横田さん横田さんそう、そうだ、横田さんだ。そう、横田さん。だからみんな気をつけてね、歩きスマホとか危ないからね。でもその人ね、いつもね、みんなスマホや女子は初めから割れてますよああ、お客様、本日は正式なパーティーですので。正式なパーティー、そのようなお召し物では困ります。失礼な。ウィリアム様、早く来てたのもいたような。あ、それ渡瀬くん。今日ね、今からね、仕事行くよ。8時から、8時じゃないや、9時過ぎから。そう、あのね、出勤早めに行ったのは渡瀬くんマジかマジマジ大丈夫、今日4時半ぐらい前ちゃんと寝たから大丈夫ちょっと向こう帰れって言われたよ。渡瀬くん真面目ねえ、ちゃんと仕事やってたよ。ちょうどこれドレスコードに合わないって言って返されたんだけど、これどうしたらいいの、下降りるの。もうちょっととりあえず行けるのが下しかないので下行きます。仕事休みっていつから。仕事ね、うち普通の休みしかないんだよ、31まで。いやー、ちょ待って、ごめんなさい、すいませんでした。31まで仕事で、今年はね、シフトの関係で1、2がお休みになった、珍しく。年末仕事か。そう、年末ね、だから年越しがね、夜勤、ちょうど夜勤にかかるので、年越しは職場でする。ちょっと待って、これ、行けるところがなくなったので、今からじゃあちょっとここ部屋入るので、みんなちゃんと考えて。わかった。これ謎解きだから。ね。わかった。まずこれ。これ蛇の絵。考えるのは苦手です。考えてちゃんと。謎解きははげるから嫌だ。はぎ上がっても考えて。大蛇に襲われた二人の戦士。KS。ね。覚えた？はい、これ1個目。ひどい、わら。ね。2個目。ディナー食ってきたんで OK です。はい、OK。ちゃんと考えて。斧を構えた人物と2匹の蛇。左隅に EM。これ、エドが書いたんじゃない？エドの名前なんだっけ？エド・モーリス。クリスマス母ちゃんとケーキ食う俺に一言。マジで？彼女作って早く。江戸はるみ江戸はるみだったっけ。剥ぎ上がる前に彼女作ってください。自分もでもね、明日一人でケーキ食べるから。3本の酒瓶、隅の方に。もう手遅れだ。で、これ下は義行って書いてあるからサインね、義行。これ3つ目。で、4つ目がこれ。2頭を構えた戦士が巨大な蛇に立ち向かっている。今回は彼女作ろうとも思わなかったけん。マジか。スフィンクスさんはまだまだね、髪の毛あるから大丈夫いい？これが、これ前振り。わかった、これ前振りで、ここの下にね。ひどい虫だひどくない、みんなを気遣ってるんだ。で、ここの下にね、これ蛇の絵が描いたラベル、それから、剣が描いたラベル。で、斧。酒。人物ね。この4つと、
手元にそれを入れるグラス。そう、せいや、そのせい違うから。時代爆笑同じ違うか。で、グラスが1個ね。わかった、みんな把握した、ちゃんと。で、あそこに廊下に酔っ払いが1人いるので、おそらくこのグラスに入れて渡すんだとは思うんだよね。なので、ちょっとエドのとこもう一回行っていい？俺なんか4545しながらクリスマスシコシコとか言わない。うち女性リスナーさんいるんだから、ここうち意外と女の子多いからね、そういうのやめてえ、無事うち結構ね、女子率の方がむしろ多いから、いつもそう、モテ生主だから自分ね。知らなかったの？自分モテモテだよ。エド・ムアリングじゃんよ。誰エド・ハルミとかって言ったの？ちゃんと覚えて。勘違いです。キリ。おお、結構多いよ。エド・ムアリングじゃん。キリ矢印。スフィンクスさんなんかついてなかったっけ？多分おもの妄想だよね。違う違う、本当にリアルにいるよ。あ、間違えた。ここじゃなかった。そう、一応うちの女性リスナーさん、一応自分全部、全員みんなスカイプでちゃんと話したことあるからみんな間違いなく女子だった。女の子かどうかっていうと微妙だけど、女子だったいかん、女子リスナーが減るなんだって、どれいや、ちゃんと放送内でね、放送内でスカイプやってるからね、こっそりやったりしてないから。あれ、お酒の部屋どこだっけ？一人がコミュニティを抜けました。なんで抜けたの？ちょっとやめて抜けないで。よし、エド・ムアリングじゃん。抜け抜け言うな。そう、やめてあげて。もう髪の毛のことを言わないであげて。これ。すいません。おの。がコミュニティを抜けようと思います。思わないで。ねえ、もう。うち全然コミュ入らないんだから、みんな。誰も入ってくれないんだから。ちゃんと勧誘して、みんな。斧を構えた人物と2匹の蛇。わかった？斧と蛇。2匹の蛇。これをもとにグラスにお酒を注いで、多分あの人に渡すんだと。これちょっと待って、これいちいちしゃがまなくてもさ、これ開けられんじゃないの？それ違うと思う。なんで、なんで違うの？ちょっと一回やってみる。ちょっと待って、こっち、斧でしょ。こうでしょ。こういうことじゃないの？これ持っていけばいいんじゃないの？なんかね、これ善人志望ですもんね。なんかこういうやつあったんだよね。ドリンクバーみたいだね。そう、ドリンクバー、フリードリンク。ちょちょちょ。そう、善人志望ですもんね。あんな感じの、同じような感じのがあったんだよね。で、これ飲ませりゃいいんでしょ。飲めよ。俺にくれんのか。あげるあげる、はい、飲んで。
分。違うってことか。あの船員、鍵なんかしやがって。恨んじゃいないさ。俺だってそうしたかも。ああ。これ合ってないんだよね。誰か。誰か。絵が違うのです。絵が違うのです。エド・ムアリングだってこれだったよ。ちょっとみんなちゃんと考えてるの。ケン S でもこれじゃないよね。ハルミだって。ハルミか。ハルミじゃないだろう。っていうかここの部屋の絵じゃないのか。これヨシユキって書いてあるもんね。エド・ムアリング。エド・ムアリングでしょ。ムアリング・エドってこと。ああ消しちゃった。ムアリング・エド、これ EM って書いてあるよ。でもちょっと一回こっち行っていい。みんなちゃんと考えてる。どっちだっけ？こっちだっけ？これでしょ？ここの人。ここでももう絵ないよ。ここじゃないってこと？他にどっか別のところに絵があるってこと？あの部屋？あの部屋はあの部屋で合ってるの？もう聞いてるけど。合ってる合ってる。あの部屋でやっぱ合ってるんだ。じゃあそういえばジョジョ三部のアニメ始まるね。始まる。それいつ？来年始まるの？自分あんま見てなかったからあれだけど。っていうかいつの間に2期やってたの知らないんだけど。1期やってたのは知ってるけど。見せかけて。EM と見せかけて。4月だったような。あ、4月からなんだ。あ、これあれじゃない、ザルフォンさんじゃない。はい、こんばんは。はい、松尾兄さんだよ。今日も謎解きやってるよ。謎解き。謎解きって英語でなんて言うの。これでも A って書いてあるよ。一個一個総当たりで。ちなみに2部は一部の結構すぐ後にやってた。あ、そうなの。全然知らなかった。これ KS でしょ。でこれが EM だったけどこれじゃなかったから、これでも、ちょっと待った、これでもないもんね。どれ？終了まであと1分になりました。あと1分？じゃあこの謎は次枠で解決。全く分からんのだが。終了まであと10秒になりました。これだけね、名前が出ないんだよね。あ、これと、もう一つ、二つ名前が出ないんだよね。あと10秒。なんで嘘ついた？はい、次枠行くよ、次枠。ちょっとみんなちゃんと考えて。隅の方にサインが。おつおつお。はい、おつおつお。はい、おつお、おつはげ。これサイン。はい、おつおつ。次枠行くよ。で、ちゃんとみんな考えてよ。わかった。ちゃんと考えて。
配信を開始しました。わこ、はい、スフィンクスさんこんばんは。どうも、ハゲオです。はい、わこハゲ、ホワイトさん、はい、まーちゃん、わこつ。さあ、じゃあ考えていくよ。みんな考えた？この枠取りの間にちゃんと考えたの？もう総当たりでいく？なんか動かせる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ひたすら更新クリックしてたから考えてない。なんで考えないの？考えて、ちゃんと。ちょっと待って、これどっか持っていけるんだけど。とりあえずここ、こうここの部屋で上がれるところはないので、ピアノの上とか、ちょっと待った、なんかこれ押したり引いたりするんじゃない？動かせるということは多分意味はあるんだろうな。まあとりあえずこのちょっと椅子は置いといて、一個一個やっていく。ちょっと待って、これすぐ分かるようなもん？もうこれは引っ掛けってことでしょ？ちょっと自分でもね、こういうのやるといつも当たりが一番最後に引くようなタイプの人間なんだよね。2頭を構えた戦士がヘビ、これにしてみよう。さっきの M の絵って、うん、さっきの EM の絵。ちょっと待ってよ、これこれでしょ。ヘビは2頭いますよね。ヘビ2頭いるよ。いるよ。斧を構えてるのと2匹のヘビって書いてある。ヘビ2杯、ヘビ2杯、ヘビ2杯したよ。最初にヘビ2杯ってこと？ヘビ2杯したよ。で、斧1杯にしたよ。なるほどね。斧と戦士と蛇ってこと？オッケーだね。ああ、なるほどね、そういうこと。了解。じゃあ絵は合ってたの？ちょっと待って、これ何？合ってたんだね。絵は合ってたんだね。ヘビが2でしょ。じゃあ1個足りなかったってことか。で、これが斧でしょ。
で、これが人だから、これでいいのかな。よし。じゃあ、お酒持っていこう。ほら、飲めよ。ね、どうだっけ、こうだっけ。あ、メッセージがちょっと変わったよ。この色は江戸の酒と同じ。喜んだ。なんて勝った。何の味もしない。何の味もしない。どこにいるの、エド。メダルの一つは死んだから味がわかんないとか。そういうことかな。図書室のダクト。図書室？あとの二つは向こうの二人が。みんな覚えた？図書室のダクトとあとの二つは向こうの人が。鍵、あ、アストラルピース。ゲット。ゲットだぜ。よ。水平のメダル B。 で、これね、図書室のダクト、向こうの二人。そう、覚えた。さすがスフィンクスさん。髪の毛があると違うね、やっぱり。わらわらよし。で、これで、あと2つ。とりあえずここでセーブ。でももう行ける場所なくない？そもそも図書室とか行ったことないもん。ここなんだっけ。こんなんもない。二人は双子のことかな。あー、なる。いる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 。はい、さよなら。逃げろ。さよなら。双子か。あ、ここはエドの部屋か。双子か。しょうがない、双子攻略に行くか。こっちがお姉さん。ただここ電気がつかないんだよね。はい、失礼します。可愛らしい。これなんで動かないの。洗面台で、相変わらずトイレ。何も起こらない。タンク。
いつでも。この辺は電気つかないからな。怖いんだよね。なんかある。あ、なんか持っていけるよ。これなんだろう。ヒーター。こう温まるよ。はい、どう？椅子、これも多分動くんだろうな。優しい大爆笑。優しいでしょ。ちょっと待って、なんかダクとかなんかある？これランプだよな、多分。ちょっと待った。これ引き出しな、引き出し。なんかあった。一回も使ってない体力回復薬が。どっか上上がれたりしないの？ここになんかあるね。ここ。上がれるのかな？ちょっと待って。あ、どこだっけ？これ登れるの？登れない。登れんのだけど。ってことはこれじゃないってことよ。じゃあこのヒーター上に上がるんだ。上がれない。上がれないよ。物が邪魔ですよね。分からんのだけど。もう一回入ってみるか。攻略サイトガンケンナウ。ねえ、ガンミナウ、ガンミしてる？解けそう？これ見なくても。なんとか。なんとかいけそう。あ、出るのか。これで塞ぐんじゃないかなと思ったんだけど。違った。その発想は合ってる。合ってる。
惜しい、いい感じなの。何多分これ持ってはいけないんだろうな、これ向こうの部屋までは。塞ぐ場所とものかな。何もかも同じなのよ。何もかもは同じ。ああなるほど、そういうこと。若干把握したかもしれん、若干把握したかもしれないよ。そう、これでもどっから出てきた。ここ閉まってる？これいいんじゃない？これ。違いますよ。だってまだ生きているの。同じこと言ってんな。姉さんにピアノに会ったんでしょ。会ってきたよ。私たちは双子。知ってるよ。だからわかる。うん。あなたエドを知ってる？エドハルミならね。エドは何か見たの。だからあんな急におかしくなって。エドに会ってみて。私たちが閉じ込めた。ハルミですね、わかります。そう、ハルミ。私たちが閉じ込めた。閉じ込めたのかよ、エド。あ、アストロイピースと。ちょっと待った。ってことは、グーグーうるさいから。グーグーうるさい。グー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 っていう人でしょ。いなくなったね。なんか俳優、女優さんかなんかやってんでしょ。あれ、こっちは消えてないよ、何もかも同じなのに。閉じ込められてるんだよ。そうなの？リアナは行っちゃったのね。じゃあ私も行かなくちゃ。そうそう。あら、あなたのその青い石。いいでしょ、これ。あの人のクレアノと同じ。クレアノと同じ？誰？あなただったの、クレアの。あー、クレアってあの幼女のこと？よし、じゃあとりあえずメダルが揃ったので帰ろう。その前にセーブ。図書室のダクトがどうのこうのっても言ってたよね。あれ、あ、いつ行けるの？これメダルも多分はめ方とかあんのかな。この前撮ったやつじゃ、わら。この前撮ったやつ？あ、図書室の、あ、この上のこと、これの上のやつのことかな。あ、そうかもね。じゃあもう撮ってるってことか。何にもなんな。
にもならない。はめ方があるの？動いてよ。ちょっと待って。そうだよね、多分。おそらくそんな気がする。このポーズと何か関係があるの？自分手旗信号の経験とかないんだけど。みんなないでしょ、わらわら。みんなないの？マジで？とりあえずじゃあヒントを探しに行こう。これのヒント、どっかそんなのあったっけ？あるの？みんなあるんじゃないの？自分多分手旗信号の時お休みしてたような気がするけど。これなんだっけ？ここ双子か。ちょっと待って、4つでしょ。4、3、2、3、12、24パターンあるよこれ。総当たりでいったら それらしいヒントってあったっけ？ちょっと待って、調べたりできないの？ヒントがない。これヒントなくてもいける？ヒントなくてもっていうか、ヒントあるの？どっかにヒントある？なさそう。なさそう。じゃあ勘だな。まあとりあえず普通に AB、 まあでもこれ多分さっきがそうだもんな。 CD でしょ。まあ、これで何も起こらないから、ショイヌ、はいこんばんは。はい初見さんこんばんは。今ねエコーナイトやってます。エコーナイト、ちょっとね若干ゴリ押しでね、 ABDC、会ってたら外出るとなんかあるらしい。マジで？あっ、これは分かった。動いたね。動いたね。ってことはこれ正解のやつをはめると落ちる、旗が降りる、あ、なんで？いいね、オッケー。部屋が現れた。ちょっと待って、セーブ、セーブ、セーブ。おっほー、オッケー、オッケー、よしよし。
早い、もう25分。もう次枠行く予定は20時までにやりますよ。さあ電気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 、何ここ、え、何、あ、人がいる、誰かいる、こんにちは。よくここに、あ、これがエドだ。苦労したよ。はるみさん、わら。はるみー。はるみちゃん。いや、聞いたっけ、ここにいるわけ。知らない。あの部屋で俺は見たんだ。何を。魔物が生まれるの。マジで。俺は気が動転して、それからあとはあまり覚えていない。覚えてない。ロブのやつ、あの酔っ払いも死んじまったかな。もう死んだよ。またあいつと酒が飲みたい。あ、成仏した。アストラルピースと、なんか鍵が落ちた、音がした。真鍮の鍵、よしゲット。そしてここにもなんか、これちょっと待って、コンクリートの台がある。上部のガラスはバラバラに壊れ、辺りには破片が散らばっている。何か奪われた跡がある。よし、じゃあここはもういいのかな。じゃあ多分この真鍮の鍵を使って、ルパンの仕業だ。ルパンが、マジで、ちょっととっつぁん、じゃあ一旦セーブして、で、おそらくあの奥だろうな、うん、ここでしょ。オッケー。電気電気電気。ちょちょちょ。いけないんだけど、いけない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 。ちょっと待って、一回戻ります。前に進めないんだけどこれ。あ、あ、なんかいた。本当のあの子はここにはいない。何言ってんだ。暗い穴の中であの子は泣いてる。はい。誰かに救ってほしいんだ。はい。気づかせてあげてよ。はい。ここにいちゃいけないって。おえ、あ、また過去、はい、次枠行きます。あ、ジェットコースター、次枠行くよ。次枠今日20時までね、ありますからね。痛い。行動の中ですねこれ。終了まであと1分になりました、はい、おつおつ、はい、おつおつ。全然怖くないけど通れないんだけど、はい、おつおつ、通れないんですけど、これ次枠行くよ。次枠戻ろう。よし、次枠行って進もう。っていうかみんなもう学生はあれじゃないの、冬休みでしょ。みんな冬休み。自分も休みが欲しい。イエス。ねえ、いいな。
配信を開始しました。わこ、はい、スフィンクスさんこんばんは。映ってるかな。自分のちょっと枠移動しないんだけど、これあ、行った行った。オッケー、オッケー、はーい、よっしゃ、進めていくよとりあえずこっち側はちょっと行き止まりっぽいので、音はね、なんかしてるんだけど、アイテムも反応しないので、とりあえずちょっと逆に戻ります。音してるんだけどな。もうなんか音してるって。石がいっぱいで乗れないって書いてある。乗れるよ、大丈夫大丈夫、頑張れ頑張れ。なんかあったっけ、引き換え券、ペンチ、手袋は装備してるよ。いけるのかな、向こうに。見渡しそう。見渡す。なんかあるんだろうな。上、なんかあるよ。吹き抜けてる。あ、ちょっと待った。あそこにね。ここ見て、荒々しいポリゴンの中になんかボタンがある。わらわらあー、待って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 壊れたはい、おつおつ。そしてここにもなんかね、レバーがね、2つある。これ乗るのかな？これ乗っていい？よいしょ。どっちかな？よーし、ゴー！あ、これ切り替えか。いやー、なんかちょっと待って、待って。なんか嫌な予感がする。なんかおどろおどろしいんだけど、こわこわい、何これ。こわもうこのポリゴンの雰囲気怖いんだけど、ホラーゲーはやっぱプレステ1最強だねこれ。ちょっと待った、目の前になんかあるんだけど、これ大丈夫、あ、いけるのかな、死ぬとかない。ただいまです。はい、まーちゃんもこんばんは。怖いね、なんか驚しいところに行ってるんだけど。いや、ほい、ほげ、歩いて行っていいんじゃないの、別にダメなの。行き止まり、行き止まりだわ。
怖そう。ねえ。これで帰ろう。ってことは、もう押せないんだけどボタン。え、帰れないよ。ちょっと待って。怖いじゃなくて壊す。壊す？あれを？ちょっと待って。この上もあるね。これでも、あ、切り替えがね、でもないよ。切り替えポイントどっかにあんのかな。あ、まあ、一回帰ろうか。帰ろう。これ乗って。これで戻って。押せないんだよね。あ、押せた。こうシビアだな。歩いて戻れば？歩いて戻る？ちょっと待って。めっちゃシビアなんだけど、なんでこんなシビアなの？あ、めっちゃシビアじゃない？わらわら。ねえ、こんなきつくする必要なくない？視点固定なのに綺麗に合ってるよね。なんで？あ、行った。あ、こっち戻ったよ。そう、あそこの切り替えポイントがないんだよね。ちょっともう一個二股になってたから、あっち戻っていい？なんだこれ、どこだよ。判定、判定仕事しろ。大爆笑。ちゃんと合ってるよね。なんでこんなシビアなのこれ。おかしいだろこれ。認識してくれないんだけど、視点がここでね固定なんでね、多分でこれ押してしまうと向こうに行ってしまうもんね。空で行ってしまうから、空で行くのだけは避けたいからね。歩いて帰れるのこれ。でも歩いて帰ったら今度トロッコなくない？ビクトも反応しないんだけど、おかしいだろこれ。合わない、わらわら。ねえ、こんだけやって合わないとかおかしくない？ただしさえこれ視点移動難しいのに、ほらど真ん中でも合わないよこれ。どこだったら合うんだよ。歩いて帰ろう。帰れないの？戻れない。どこに当たり判定があるの？ないよ。帰れなくなった。バグだろう。
と開かないな。あ、ほら、これは普通に合うんだよ。制作に電話しよう。ねえ、これちょっと押したらいいの？あ、これは来そうな気がする。なんか来そうな気がしたけど、気のせいだった。これ戻れないってこと？そういう解釈でいいの？それに乗る必要がないからとか。そういうことなのかな。じゃあもうとりあえずこれで先に進むか。なんか途中にレバーとかないよね。で、ここのレバーはこの切り替えなので、でもこれもかなりシビアだよ。ほらほら、なんだこれ。で、これでレバー切り替わって。こうまっすぐ行って。まっすぐ行くけど、ここで止まるから、こっちに切り替えるのポイントがないんだけど。どこにも。こっからね、こっちに行くポイントがないの。これ完全に積んでるような気がするんだけど。これ上も登れない。じゃあやっぱり戻るしかなくない？これ。これちょっともう一回ロードし直した方が早いかもしれんね。なんかさっきの切り替えで変わるとか。さっきの切り替えはここだよ。切り替えはここだよ。ここのポイント、怪しいけどな。全部変わるんじゃね？わら。全部？いや、変わらないよ。一箇所一箇所に全部ポイントあるから。でもこう押してみようか。多分。マジか。うん。一箇所一箇所今まで全部あるから。で、手前がだってどっちにしろ切り替わったら奥行けなくない？あ、ほら。でしょ。だから多分ここはまだ来るの早いような気がするんだけど。だから帰りたいんだけど、帰れないので、ちょっと一回ロードし直していい？その方が早いような気がする。ちょっと一回ロードするね。OK。ねえ。なんであそこあんなシビアなんだろう。
ので二つ目はそのまままっすぐ行って一つ目は切り替えをして二つ目はまっすぐ行ってよ。あ、で鍵もらったので鍵開けて。でここはもう無理なので。でここで過去世界に飛んで、そしてここ通れないので一旦戻って。待って。でしょう。で、ここは切り替えないで行く。で、こっちはまっすぐでしょう。切り替えないとやっぱダメなのか。ダブル。ねえ。もう行けないんだよな。ってことはやっぱりあそこに行くまでに何かあるってこと？使えそうなアイテム、引き換え券、ペンチ、ゴム手。何もないんだけど、これでいけるの？ちょっと見落としがないかちょっと確認して、これ乗らないで行ったらそのまま積むよね、多分。あ、詳しく載ってるのが見当たらない。見当たらない。こう帰っていくでしょう。そんな難しくないってことかな。ってことは、
で、ここでこっち行って、多分なんか見落とししてるんだろうな。普通に行ったらこれ乗る感じだもんね。これ戻すとか、空のまんま、空のまんま一回戻してみよう。壊れてる、壊れてるって出たよ。わらわら壊れてるのか、そういうこと。さっきの数分か。ねえ、壊れてたんだ。やっぱ戻る必要がないってことなんだろうね。あ、向こう行った。ちょ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 。向こう行っちゃったよ。戻ってくる。戻ってきた。今のところは行き止まり。ただいまです。はい、ヨネさんこんばんは。今のところどこ？どっち、こっち、こっち、ここ、これいけないよ。はい、ヨネさんこんばんは。トロッコに翻弄されてる関テラ。ここのことは乗ってる、バク乗ってる、すぐわかる感じ。これわら乗ってないの。こっちポイント切り。でもさっき乗らずにっていうのが、やっぱそのあたりヒントになってる。いいとこ行ってる。そし、と思う。ねえ、もうそれしかないもんね。あ、わかった。そしたら、とりあえずこれで一旦まっすぐ行って、で、その後にこれ切り替えるとかじゃないのかな。そんな気がするんだけど。一旦発射させて、ある程度まで行って切り替える。行ったんじゃない？ね、行けたけど、行けたけどね。花がある。あ、はい、しも姉さんこんばんは。ちょっとね、トロッコに翻弄されてた。もう5分前、早くね、これ。
あ、これデモに出てきてた。今日はちゃんと放送始めれました？今日はね、大丈夫。夢中になる時間というのはあっという間ですね。あっという間だね、早い。この枠はトロッコ枠だったね。そうだったね、ちょっと翻弄されたね。エリナに買ってやった。お、一応ね、今日もね、また夜勤なのでね、8時まで。あと一枠やりますね。近郊だった。ロックウェル財閥、あそこの山だった。あらかた掘り尽くしたからって閉鎖されたがな。本当の理由はそれだけじゃない。何人もの人間が次々といなくなった。事故もないのにだ。俺の娘もそうだ。たまたま遊びに来てそのまま。その人形があったってことは娘はここに来たんだ。俺はあの子を見つけ出す。必ずな。なるほどね。これもらっていい？いい太い腕だ。わら。え、でっていう。これは金塊が入ってるの？ちょっと待って。引き換え券、これちょうだい。これさ、大爆笑。穴の中に女の子がいるって言ってたのは、あの霊になってる女の子ってこと？霊になってる女の子がここにいるってこと？そういうこと？はしごが、あ、ちぎれたはしご取れないんだけど、もう帰れないってこと？一方通行これ、なんてこった？もう帰りたいんだけど、帰りたい。これでは登ることができない。知ってるよ。かわいそうに、わら。ねえ。これでも行けるところがもうないんだけどな。おじちゃんにもらえるか話しかけよ。これおじちゃん？あ、まだそうだね。ちょっとメッセージが変わってる。あ、なんか出た。エリナ。あー、あの女の子だ。おっさん同士で体温め合うといいよ。寒くないからここ。来たよ、あの女の子だ。気を落とさないで。来た。ねえ。じゃあこの隙にもらっていっていい？トロ。鬼畜だなこれ。セーブしよう今の。ひどい、わらわら。ひどいよねこれ。悲しみにふけってる。悲しみにふけってる隣で何？人形を盗んでいくとか自分できない。終了まであと1分になりました。あと1分、早い。ちょ、進展あったのこれ。ひどいのはゲームなのか松井さんなのか。ゲームだよこれ。自分こんなひどくないもん。そんなねえ、崩れ落ちて泣いてる横の人形を取るとかできないんだけど。ちょいほ買ってくる。はい、いってらっしゃい。はい、次はクラス枠ですよ。酔いと負けの先がこれか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ、あと1分なので、このまま、枠またぎします。これは今の人形を、使うとかっていうことじゃないの？ね、一応ね、あそこ奥に電気があるんだけど、これちょっと、はい、おつおつお。そう、これね、彼女のパワーで前に進めないので、きっとそうね。ね、多分そうだよね。はい、じゃあ次はね、はい、おつです。奪ってきた人形のね、力をね、見せたいと思います。はい、
配信を開始しました。映ってんのかな。はい、まーちゃんこんばんは。自分のまだ枠が切り替わらんのだけど、あ、切り替わった。よし、映ってるかな。よし、じゃあラス枠いきますよ、ラス枠。よし。あ、人形抱いた。あ、成仏した。もろたで、これもう何、これ物語結構終盤。和子くん、はい、下姉さん和子くん、人形私は成仏したよ。もうこれもうほぼ何、物語終わりじゃないの？違うの？そんな感じじゃないの？自分そんな感じがするんだけど。はい、ロッキングチェア、いいねいいね。違う、そんなことやってる暇ない。違う違う、単なる装飾用の暖炉。でね、これテーブル、丸いテーブルでドアが2つある。右から、これでも、霊消えたんだったら、もう別に怖くないんじゃない？はい、ヨネさんこんばんは。ちゃんとね、成仏させてあげたよ。旅立って言った。お人形抱いて。もう一匹怖そうなのいなかったっけ？あれ、でも閉じ込められてるんじゃないっけ？違うっけ？まだいるの？洗面台は何もなかった。暗い暗い暗い。あ、ベッドの上にね、ごめん、なんかあのね、平べったい何かが見えるんだけど、なんだろうあれ、怖い。飾りだな。で、なんかあるよね。怖い。怖くないけど。何これ？スーツ？夜会服？あ！痛い！後ろから殴られた。これでドレスコードクリアした。パーティーに行けるようになった。デンジャーって書いてあるんだけど、ちょっと待って、デンジャーって書いてあるんだけど、死ぬんだけど、別スローにセーブしよう。そんな表示あるんだ、わら。ちょっと待って、とりあえず夜会服着て、ゴム手もはめて、ゴム手一緒にはめらんないの？一緒には着られない。なんてこった。ちょっと回復しよう。電気ついてる状態なの？消えてる状態なの？ついてるか。ベッドがある。ゴム手の強さ、わらわら。ゴム手最強だから。あ、そう、なんかない？気のせいか。バイトの面接落ちたから俺もうニートでいいや。はい、チャーハンさんこんばんは。バイト行ってきたの？えらいえらい。大丈夫大丈夫、なんか見つかるよ。暗い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 。
暗いよ。ちょっと待って、ここスイッチがなくない？しかもここになんかいるような気がしてならないんだけど、とりあえずつけていい？誰かいる。こうおじいちゃんっぽいんだけど。わこ？はい、スフィンクスさん。あ、もうほかってきたの？とりあえずね、あの女の子の霊は人形を渡して成仏させたよ。毒のことなど、わしは…シャワーで済ませた。ウィリアム様。ウィリアム様。わしは何も知らない。絶対知ってる、この指示。何か知ってる。間違いな。ちょちょちょ、これ椅子邪魔なんじゃないの？これ邪魔だから、これ。あ、回復。血。しけてやがんな。こそどろか、オフィスタイム9時から17時。物が邪魔、ごめんなさい。ちょ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 。はい。あ、また。広い、大きいお屋敷。誰かいる。あ、これ先生。どこのこと知ってるでしょ、なんか。フルボイスじゃなくなった。仕事の邪魔だ、とっとと出て行ってくれ。わあ、もう怒られた。もう、ちょい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 。もう、何にもしてない。もう、怒られた。これ失敗？ちょっとちょっと、笑い。ちょいちょいちょい。ちょっともう一回、もう一回もう一回。これ飛ばせないの、ここ。多分これ成功するあれがあるんでしょう。なので、一回出よう。ああ。え、これ出ていいのかな？どうなんだろうな。こっちは開いた。何も入ってない。あ、これ回復か。さっきの壁に時間が関係あるみたいよ。鍵とか向こうで取れそうね。取れるのかな。さっきの壁に時間が関係。さっきの壁に時間が関係。え、どういうこと。あー、壁に書いてある時間が関係あるってこと。あー、なるほど、そういうこと。あー、なるほどね、分かったような気がする。じゃあ闇雲に行っても意味ないね。じゃあちょっと一回帰ろう。ねー、
でもこれ、まあ、9時から17時でしょ。ちょっととりあえず他一回こっち入ってんで、時間どこで見るんだっけかな。そう、ここで見るんだよね。 PM4 時43分なので今 PM5 時まで。え、これどうやったら時間進むの？寝るの？どのくらいで時間経つんだろうな。あ、4時53分になった。もうちょっと。診察以外だと先生がいないとかなのかね。うん、多分そんな感じだと思う。あ、あ、よし。これ時間の概念があるっていうのもすごいな。よし、これで多分先生いなくなってるってことでしょ。いた、いない、いない、いない。ふふふ。しかもセーブのとこでしか時間軸が存在しないのにね。ねえ、わら処方箋を取る、取ります。あ、これでいいの？これだけでいいの？もう一個は？もう一個の棚見たいんだけど。まあそこ積みそうだよね。積みそうというか、まあ時間が来たらなんかなるからあれだけど。わあ、もういる。で、建物は見せるってことですね。わら。ねえ、また怒られるんでしょ。はい、ごめん。ってことはもうこれいいのかな。で、この処方箋を見せればいいのかな。わしはお前毒持っただろ。これ、これが証拠だ。それはウィリアム様が逃げた。うわあ逃げやがったごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。しょ、無理ー。大爆笑。ようこそカジノオルフェン。カジノに来たー。説明はいますか。いるいる。ルーレット。大爆笑。弾の入る目を当ててください。オッケー。外れた場合、チップは没収です。あちらはスロットマシン。スロット。自分スロット得意だよ。初スロー。ファイナルファンタジーのミニゲーム思い出すな。ではどうぞ。チップは大切に。え、セーブ、セーブした。お姉さん、これリオちゃん、リオちゃん。ここに座るにはまだまだ。とりあえず100枚超えればいいって100? 何、手持ち5枚なんですけど。
もう帰る。だいセーブないもん。わらわら。そんな5枚で爆打とかできない。一回帰る。セーブセーブ。支配人に話聞こうか。支配人ちょっと待って。一回セーブしたいんだけど。何ここ、爆地ですか、わら。爆地だよ。もうセーブがない。迷い込んだ。誰ちょっと電気電気。クククク、狂気の沙汰ほど脈。金次第ね。仕方がなかった。あ、追いついた追いついた。先にこっちしないと。ミリアム様は恐ろしい方だ。アーサー様、わしが殺した。殺したの？仕方がなかった。ミリアム様、アーサー様、わしが。じゃあちゃんと成仏してちょっとあのアストラルピースをちょうだいよ。自分はそれだけしか集めてないからもういいから。別に超待ってこれ。セーブポイントに帰りたいんだけど帰れなくなった。で、向こう行けないし、ここなんかある。あ、開いた。着いた。あ、またレリーフがある。せっかく夜会服着てさ、宴会行けるようになったのに、早く行きたいんだけど。いや、また来たよ。どうだね、旅は楽しい。楽しくねえよ、トロッコ乗ったりさ、追いかけられたりさ、散々だよ。本当にもう、どうなってんだ。帰る。帰るわ。楽しいですね。楽しくないよ、もう。宴会をなしパーティーって言ってくださいわ。宴会だよ、宴会。飲み会だ、飲み会。なんか書いてある。読めない。超セーブ。まあ誰かいるし。ここで役立つ引き換え券。あ、マジで役立つの？もう来てもいい頃なのに遅いな。あの子。あの子？どの子？フィルム上映する約束だったのに。これで引き換え券？違った。これじゃなかった。どこにいるんだ？カジノで。あ、カジノ？カジノで引き換えるの？映画のポスター。じゃあちょっとカジノ、あ、ちょっと待った、なんかある。レコード。まああのね、もうアイテムとかいっぱい増えるのはいいんだけど、セーブがない。自分の願いは。医務室に戻ろう。ねえ、戻りたいけど場所がわからない。
明けの BGM とかですかね。あー、そういうこと？医務室どこ？どこだっけ？なんかいるしもう。だね。いない。簡単にはセーブさせない。さすがフロムさんやで。ねえ。どこに行ったの？どこに行ったの？あの子どこにいるの？どこにいるの？知らんがなもう。人の心配ね、知らんないんですよ今。子供さんね、あレコード鳴らしてみよう。壁の絵が怖すぎ、わらわら。絵が怖い、ね、怖い。これもアリスって書いてあるよ。アドベンチャーインなんとか。またアリスの世界でっていう。どこにあの子は。知らんがな、もうアリスっぽい絵だね。ねえ、ぽいよねこれね。ウサギとアリス。あ、宝箱。ミミック。ちょっと待って、帰れない。帰れないよ。レコード鳴らしたけど、なんともならないの？きっとミミックですよ。ねえ。クロムさんだもの。だよね。じゃあとりあえずちょっとカジノ行くか。で引き換え券渡してみよう。ちょっと話聞いてみるか。廊下の照明ですか。そうそうそう、あそこどうにかしてくれる？確かもう一つスイッチがあると聞いております。どこ？探してみてくぅ。このじじい。くっくっくっ。とりあえず引き換えて、はい。これはチップの100枚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 。しけてやがるぜ。シュール。ちょっと待って、ここにも人がいる。いらっしゃいませ。あ、ボーイさん。ゲームに参加なさいますか？参加しないです。まずセーブしてないから。なけなしの25枚なんだから、そっとしといてくれる？松優さんの声と悪役の声が完全に一致。なんで？ちょっと待って。もうここまでやって、自分もう死にたくないんだけど。どこだっけ？これでオッケー。よし、スロットしようっと。
出て出て、あと1個聖地どこにあるんだろうな。こっちじゃないもんな。まあこの頃はオートセーブなんてなかったんでしょうね。そう、この頃はね、さすがにないよね。スロットスロット、いや、ね、配当を見る。777で30倍ってことは、3枚かければ3枚かけて37が出れば、これ何ライン ?6 ライン ?1,2,3,4,5 5ラインか。自分目押し得意だからね。ダンダン、あ、スイカ揃いそうだな。あ、来た。スイカで8枚か。お、最大掛け、わあ、バーいけるか。くぅぅ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 、あと2分しかない。どこ ?1 と18、イーブン、レッド、レッド、ブラック、ここ2倍だけど、10枚ずつとかかけていったらいいんでしょ。赤と黒、自分赤が好きだから赤にする。よし来い、来い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 、全部かけてリセマラは、ね、わらわら、リセマラか。これ一応ね、これきたー。まあでも30枚、じゃあ今度黒戻ったね、戻った。あ、しまって、これね、9枚しかかけられないんだけど、ちまちまやっても一気にドーンと来てほしいんだけどね。来い、黒じゃない今度、ほら来た。あと61枚、よし、まあとりあえず あと1分ぐらいでしょ多分。終了まであと1分になりました、ね、なので、まあ、一旦今日はここで終わります。一応次回までにどうしようかな、100枚貯めれるかな。おつおつ、はーい、じゃあ今日はねこれでね、はい終わります。はい、お疲れ様でした。明日はねクリスマスイブだからね、みんなね、はい、良いクリスマスイブを。はーい、バイバーイ。バイバイ。はい、お疲れ様。はい、ユーストリームね見てる方もお疲れ様でした。
else. I give you my heart, but the very next day you give it away. This year to set me from years. I'll give it to someone else. 次枠予約を無効にしました。配信を開始しました。